恐怖の弾き語りでございまして、お猿の籠屋でございますね。はい、これどうしようかな。これはですね、このイントロとかはちょっと楽譜に書けないので、これはちょっとですね、著作権というのがあって書けないのですね、どうしようかな。こういう風になります。ピヨピヨ譜面はですね。で、楽譜はですね、多分載ってますので、 YouTube に載ってますから、それ書き写してくださいませ。はい、はい、そういう感じですね。ピヨピヨ譜面こういう感じになります。はい、まあこの曲をご希望になる方はいないと思いますけれどもね。はい、YouTube にね、いっぱい載ってます。あと楽譜いっぱい売ってますのでね。はい、まあまあでも一応ね、録音しとくんですよね、録画しとくんですよ。はい、結構ね、結構に人気があるんですよ、こういう曲ね。童謡ですね、好きな方がいらっしゃるんですよね。はい、それで、このイントロも歌いたいと思います。はい、せーの。はい、でここから歌ですね。はい、やると楽しいと思います。はい、連弾でアンサンブルでね、やると楽しいと思いますのでですね、ぜひですね、ご家族で、まああまりやんないかな、あまりこの曲はやんないかもしれないですね。はい、一応でも録画させていただきました。はい、あとここの説明のところにですね、私いっぱい書いてありますのでね、ピヨピヨ譜面のことも書いてありますので、はい、もう200本超えてますのでですね、ぜひご興味のある方はよろしくお願いしますね。はい、はい、どうもすいません。はい、失礼します。はい。